83分の地獄。情け容赦のない暴力と世にも美しい映像表現で新時代の扉を開いた70年代の傑作映画悪魔の生贄。たった83分という掟破りの短尺にこの世の地獄を詰め込んだ今なお最強格として語り継がれるホラー映画で、公開当初はその残虐性の高さから全米でセンセーションを巻き起こし、決して見てはいけないと学校で禁止令が出されるという事態に発展、上映禁止の国や州も出るなど社会問題を引き起こしました。現代ではスピルバーグやスティーブン・キングに映画史上最も恐ろしいホラー映画と言わしめ、また僕谷村がホラー映画史上最も芸術的な作品だと思う一作です。この動画では公開から半世紀近く経ってもなお作品としての価値を増し続ける本作悪魔の生贄を取り上げ、くめども尽きないその魅力を隅々まで語っていきます。ではまずはあらすじから。当チャンネルでは本題である解説パートをより踏み込んだ内容にすべく最初の数分であらすじ紹介をしています。本作をすでに何度も見たことあるよという方は動画下のシークバーから解説パートまでスキップしてください。それでは早速いきましょう。物語の舞台はテキサスの片田舎。当地へバカンスに来た5人の若者が目的地へ向かう道すがら、1人のヒッチハイカーを車に乗せます。血に汚れ引きつった顔に挙動不審の態度と明らかに異質な雰囲気を漂わせる彼は、精肉処理場で働いているらしく動物を殺す描写を生々しく語って聞かせ、さらには屠殺した動物の写真を見せ5人に吐き気を催させると、今度はナイフを取り出し自分の手のひらを切りつけて有頂天。それだけでは飽き足らず、近くにいた車椅子のフランクリンの腕を彼が切りつけたことで車内はパニックに陥ります。そこでヒッチハイカーは下車、何度も車を蹴りながら呪詛の言葉を吐き別れを告げます。その後ガソリンスタンドに寄った5人はガソリン切れを理由に給油を断られます。奥から出てきた店主のバーベキューがあるから食べていけよという誘いを断り、5人は再出発。しばし後目的地に到着すると、付近を散歩していたパムとカークのカップルが近くにある唯一の隣家でジェネレーターが動いていることに気づきます。ガソリンを分けてもらえるのではと踏んだカークはその隣家を訪問すると、奥から現れた大男にハンマーで殴打され地下室に連れ込まれてしまいます。しばらくし恋人カークが戻ってこないのを不審に思ったパムが家の中に入ると、そこには白骨化した人間の死体や動物の骨の山が、そして人間の体のパーツを使って作っているらしき家具に満たされたその室内の異様な光景に彼女は発狂。その場で激しく嘔吐し外に飛び出そうとするも、奥から現れた大男に捕らえられ地下室に連れ込まれてしまいます。男は彼女をフックに吊るすと、解剖台らしき机の上に縛り付けたカークの体をチェーンソーで切断。パムは背中を走る激しい痛みに顔を歪めながら、同時に眼前で繰り広げられる常軌を逸した行為に絶叫、その一部始終を見せられるのでした。それからしばらく経ち、日が沈む頃、カークとパムの行方を案じた仲間の一人が恐る恐る隣家を訪ねると、彼もまたハンマーで殴打され気絶。3人が立て続けに消えたことで残ったのはサリーとフランクリンの兄弟だけでした。フランクリンは昼間のあの不気味なヒッチハイカーが押し入ってき自分たちを襲うのではと怯えており、彼のヒステリーが伝染したことでサリーも極度の不安状態に陥り、結局車椅子を押して2人で捜索に出ることに。ところが闇の中から姿を現したのはあのヒッチハイカーよりもさらに異様な風体の男。人間の顔から剥いだ皮をかぶったその男はチェーンソーでフランクリンの腹綿を切り裂いて殺害。それを見たサリーは発狂し叫び声を上げて森の中を駆け回った後、助けを求めて入ったのは骨と人骨だらけのあの家でした。そしてそこにいたのは生きているのか死んでいるのかもわからないミイラ化した人間たち。迫り来るチェーンソー男から逃れるべく2階から飛び降りた彼女は再び森の中へ駆け込んでいきます。そして気づけば昼間のあのガソリンスタンドにたどり着いていました。しかし助かったと安堵したのもつかの間、助けを期待していたガソリンスタンドの店主の不審な態度に違和感を覚えた彼女は再び逃げ出そうとするも時すでに遅く、店主の男に何度も殴打され気絶してしまいます。その場で拘束されどこかへ運ばれていったサリーが目を覚ました瞬間に目撃したのはあの家のダイニングに縛り付けられている自分の姿。そして食卓を囲っているのはガソリンスタンドの男に加え昼間の不気味なヒッチハイカー、そしてあのチェーンソー男に彼らがじい様と呼ぶミイラ化した老紳士の4人。なんとその日会った人間が皆グルだったのです。ニヤニヤ笑いを浮かべながら意味不明な言葉を交わし合う彼らの底知れぬ狂気に恐れおののいたサリーは目を見開き絶叫。ヒッチハイカーが心底楽しそうな様子でハンマーを持ち出してき老紳士の手に逃げらせると彼らは大興奮。
しかし死にかけの老紳士の手によって振り下ろされるハンマーは彼女の頭部に鈍い音と激しい痛みをもたらすだけで、なかなか殺害には至りません。それでも彼らはじい様の手でサリーを始末することを諦めず、その行為を続けると次第に彼女の頭は血まみれになっていきます。そうして意識半ばとなったサリーは、3人がじい様に再度ハンマーを握らせようとする一瞬の隙をついて彼らの手を振りほどき、窓を突き破って脱走。不気味な笑い声とチェーンソーのけたたましい機械音が彼女の後を追いかけます。そしてヒッチハイカーが不注意からトラックに轢かれたのを機に、通りかかった車の荷台へ乗り込んだサリーは命からがら逃走。遠ざかっていく彼女が最後に目にしたのは、朝日を背景にチェーンソーを振り回して踊り狂うあの大男の姿でした。以上が物語のあらまし。ストーリーを押さえていただいたところで、ここから悪魔の生贄と本作を生んだトビー・フーパー監督の魅力についてお話ししていきます。なお作中に悪魔は一匹も出てこないので、トビー・フーパーが付けたオリジナルのタイトルに敬意を表してテキサス・チェーンソーと呼びたいところですが、リメイク版の放題がそのテキサス・チェーンソーとなっているため、混同を避けるべくこの動画ではリメイク前のオリジナル版を悪魔の生贄、リメイク作をテキサス・チェーンソーと呼んで区別します。たった8万ドルの制作費をもとに、監督トビー・フーパーが直接声をかけて集めたのはテキサス大学の映画化を出たばかりの若者たち。彼らが地元テキサスを舞台に作ったこのインディペンデント映画は70年代を代表する傑作となり、今に至るまで多くのホラーファンが最も怖い映画として選ぶ殿堂入り作品となっているのはもちろん、エクソシストやナイト・オブ・ザ・リビング・デッド、鮮血の美学と並んでモダンホラーのひな形を作り上げたモニュメンタルな作品としても評価されています。現在ではジェイソンやマイケル・マイヤーズ、フレディ・クルーガーと並ぶスラッシャー・アベンジャーズの一角としてのマスコット性が先行している感はありますが、本作はそういった表面的な魅力にとどまらない、知れば知るほど深みのある芸術作品です。実際悪魔の生贄は公開当初こそ低俗なゲテモノ映画として批評家から袋叩きに遭い、また子供への悪影響を危惧した高尚な人々の訴えにより上映禁止の週まで出るも、本作を見たいという人々の欲求は止まらず、結局無名の新人監督が作った超低予算映画であるにもかかわらず世界中で異例の大ヒットのみならず、恐怖描写の芸術性の高さが評価され、マスターフィルムがニューヨーク近代美術館に永久保存されることになり、それを知った批評家陣から手のひらを返すように絶賛され、現在に至るという一風変わった経緯の作品です。こんな美しい映画をゲテモノと評価するとはいかがなことかというのはさておき、高級な意見を持つ人々にどれだけ叩かれようとも、その根強い人気を失わなかった本作悪魔の生贄が時代を超える名作であり続けていることに異論の余地はありません。さて本作の功績についてざっと概観したところで、ここからが本題です。時は本作の制作から5年ほど遡り、1960年代の後半、50年代までの旧来の価値観を丸ごと脱ぎ捨てるかのようにドラッグでトリップし、フォークやロックンロールに踊り狂い、フリーセックスを楽しむヒッピーと呼ばれる若者たちが主導したカウンターカルチャーが流星を極めていた時代。しかしマンソンファミリーによるシャロン・テイト殺害という血みどろの歴史的事件によって暗い影を落とされたヒッピーたちの文化はその後急速にしぼんでいきます。科学技術は人類を宇宙に飛ばし、月に足跡をつけさせる一方で、公民権運動のリーダーだったキング牧師、そして国のリーダーであるケネディ大統領までもが立て続けに暗殺されます。彼の後を継いだリンドン・ジョンソンはベトナム戦争を始め、そして見事に泥沼化、次のニクソンは米国史上最悪の汚職事件により退陣と、アメリカが時代の変化に直面しつつあることは誰の目にも明らかでした。そんな世情を受けて映画の世界にはアメリカンニューシネマの波が押し寄せ、それまでのハリウッドの価値観が打ち砕かれていく中、ホラー映画の世界もまた転機を迎えていました。その最初の節目となったのが1968年公開のナイト・オブ・ザ・リビング・デッド。アメリカの実在の地を舞台とし、ごく普通の人々が感染によってモンスターと化し、その他のごく普通の人々を襲うという非常なまでに現実に根ざした作風は人々に衝撃を与えます。それは旧来のゴシック怪奇映画の時代の終わりを意味していました。ドラキュラや狼男、そしてフランケンシュタイン、ヨーロッパの民話や文学の世界に基づく古の怪物たちの主戦場だったホラー映画の世界をジョージ・ A ・ロメロは一変させたのです。その上同作は時代の岐路に立たされ力を失い荒廃していくアメリカ社会をギガ化して描いた一種のスケッチブックでもありました。結果としてアメリカの灰色の未来を予見したナイト・オブ・ザ・リビング・デッドにより、ホラー映画はファンタジーの世界から離れ、現実の恐怖を映し出す鏡として人々の心に訴えるようになったのです。そんな同作をテキサスのドライブインシアターでたまたま目にしていたのが、地元の大学の映画科を出たばかりの一人の若者。
彼こそが新時代のホラー映画のバトンをジョージ・A・ロメロから受け継ぐ男、トビー・フーパーでした。ホラー映画の歴史はナイト・オブ・ザ・リビング・デッド以前と以後で大きく分かれます。同作以前のホラー映画は一言で言えばエンタメ作品として観客を楽しませることに主眼が置かれていて、観客に嫌悪感を与えることなど許されないという風潮に倣い、暴力性を多分に抑制された作品が主でした。例えばヒッチコックの映画を例にとると、彼の作品はまさしく職人の腕を駆使して作られた生粋のエンタメ作品です。凝った映像表現やひねりの効いたストーリー展開で観客を意のままに操る職人の映画だからこそ、見る側は安心して怖がっていられたのです。あくまでそれは映画の世界のお話であり、自分たちの世界とは全くの別物だという意識を共有していられたからです。そこへ来てナイト・オブ・ザ・リビング・デッドや本作悪魔の生贄は、そんなのはおとぎ話だと言わんばかりの徹底した現実路線、ピッツバーグやテキサスといった実在の地を舞台とし、ブルーカラーの労働者や若者といったごく普通の人々が直面する恐怖を描き、そして言わずもがな暴力表現の目白押し、好奇心と嫌悪感の間を行ったり来たりするのが人々が恐怖映画に求める感情であるとするなら、その意味でこれらの作品は当時の感覚としてはかなり嫌悪感の方に触れていました。その感覚が非常に新しく、またこれらの作品の特徴である目を覆いたくなるような乾いたリアリズムこそ、まさしく時代の先駆けというにふさわしいものでした。ここで今回の動画のメインである悪魔の生贄の話に入ると、実はこの映画、直接血を見せるスプラッター描写はほとんどありません。しかし本作を見終わった後では誰もがたくさんの血を見たような気になります。実際この映画が1974年に初めて公開された際は、劇場で吐いたり客席から飛び出したりする観客が続出したそう。それは本作が他でもない暴力への想像力をこの上なくかきたてるからです。具体的な話をするためにここで一つのシーンを取り上げます。それというのは鉄の扉、例のあの家に入ってきた青年カークを力いっぱい殴りつけたレザーフェイスが彼を抱え地下室に降りていく前に、バタンと音を立てて扉を閉めるシーンが中盤にありました。殺人鬼の血の通わぬ非人間性を象徴するかのようなこの硬い鉄の扉は、この奥で何が起こるのかをありありと想像させます。だからこそ扉の向こうで繰り広げられる光景を実際には目撃せずとも、目撃したような気になるんです。そして目にした気になることの方が直接目にするよりも恐ろしいというのは往々にして言えること。人の想像力こそが恐怖の源泉であり、本当に恐ろしいのは恐怖それ自体ではなく恐怖への期待感だということをトビー・フーパーはよく知っていたんです。実際それを裏付けるエピソードがあって、この家のセットを組んだ段階ではここに扉はありませんでした。しかし撮影を進めていく中で、フーパーがここで扉を閉めさせたらもっと怖いよねと思いつき、急遽作ったのだそう。映画のジャケットにもなっている鮮血のように真っ赤な壁に動物の剥製が大量に飾られているこのセットの時点で十分恐ろしげなのに、扉でそれを隠した方がもっと怖いという発想に至るのはまさしく天才的。現場でひらめいたアイデアをゲリラ的に実行し絵作りをしていくというのは、後年まで貫かれるフーパーの芸術家らしい姿勢です。実際そういった演出があまりに巧みだったためか、本国アメリカでは流血シーンがほとんどないにもかかわらず異例の R 指定を受けてしまいます。そして他国での扱いはもっと厳しく、イギリスでは本作公開に先駆けて英国映画倫理委員会というレーティング組織が真剣に議論をし、どの部分をカットするか検討した結果、全てカットするしかないということになり、以降25年間にわたり上映禁止となりました。レザーフェイスがチェーンソーを振り回して朝日を浴びながら踊り狂う映像をビデオで流しながら筋トレに励む男、これは2000年に公開された映画アメリカンサイコの一場面です。本作悪魔の生贄の持つスナップフィルムのような硬い質感が生粋のサイコパスである彼の思考を捉えていたことは特筆に値します。ご存知の方もいる通り、本作の公開された70年代より前のハリウッドにはたくさんのお約束事がありました。ヘイズコードなんかはまさにその典型ですが、ここでも少し具体的な話をすると、例えばマルタの鷹というハンフリー・ボガート主演の1941年公開の映画があります。これは同じくボギー主演の大いなる眠りと並んでハードボイルド映画の傑作として名高い、僕も大好きな作品なのですが、この映画の中でボギーが敵役の男にパンチを食らわせるシーンがあって、その一撃でなんと彼は気絶し眠りに落ちてしまいます。なんだかバスター・キートンの喜劇映画の一場面のようなシーンですが、当時はこれが常識としてまかり通っていました。そんな風に映画がフェアリーテールだった時代が1960年代の後半まで続き、それを最初にぶち破ったのがバイオレンスフィルムの元祖である俺たちに明日はないを筆頭とするアメリカンニューシネマの映画群、そしてロメロのナイト・オブ・ザ・リビング・デッドであり、その先達からバトンを受け継いだトビー・フーパーの本作であることは先ほど話した通り、
そんな本作を彩る最も顕著な特徴こそリアルな暴力表現です。この映画を見た時に何より驚かされるのが、そこで繰り広げられる残酷描写が非常に生々しく硬質なタッチで描かれていること。殺人一家の凶行をドキュメンタリーチックに撮ったフーパーの手法は、それまでのエンターテインメント性を志向したどんなホラー映画とも異なる現実に根ざした恐怖感を人々にもたらしました。つまり悪魔の生贄は信じられないくらい残酷なことが作中で行われているにもかかわらず、それが人々の住む現実の世界と地続きであるかのような印象を与えるんです。その手法が大いに評価され、現代のホラー映画の雛形にまでなったことで、結果として悪魔の生贄はそれより前の時代に存在した映画の中でのお約束事をなかったことにしてしまいました。なお本作の残酷描写の生々しさは前の時代と比べてという限定的な話にとどまらず、80年代以降の作品を横に並べても同じことが言えます。本作の暴力表現や殺人鬼のマスコット性に影響されて生まれたハロウィンや13日の金曜日などのスラッシャー映画は、ナタやナイフを手にした殺人鬼が欲望の赴くままとにかく人を殺して回ります。また同じく80年代に大流行したスプラッター映画は、大量に血を見せることが映画の趣旨になっています。しかしそれらの作品のどれをとっても悪魔の生贄ほど真に迫る暴力表現は成し得ていません。それが史上を廃したドキュメンタリックな手法を取られているためであり、なおかつ直接的には血を見せず、私たちの想像力に働きかけることで私たち自身に恐怖を生み出させる演出が取られているためだというのは、ここまでの話の総括。そういった演出面の巧みさこそが、スピルバーグやスティーブン・キングをしてホラー映画史上最も恐ろしい映画と言わしめたゆえなのかもしれません。またリアルな暴力表現という点で僕が個人的に大好きなシーンがあって、それはレザーフェイスにハンマーで頭を殴られたカークが地面に倒れた直後、陸に打ち上げられた魚のようにピクピクと断末魔の痙攣をしてみせるところ。先に話した通り、モノクロ時代の映画では暴力描写の後はバタリと倒れて気絶というあっさりした見せ方が好まれていました。そこへ来てこの痛々しい痙攣、今見ても非常にリアルな演出で、ハイスクール時代は一時期医者を目指して勉強していたというフーパーは、人間は一度殴っただけでは簡単には死なないということをよく知っていたのでしょう。ハンマーで頭部を殴られると頭蓋骨が砕け、その骨の破片が脳みそに突き刺さり、体中に不随意の痙攣が起こることを彼はよく知っていたのです。そしてその後パムをフックに吊るし、彼女の前でカークを切断してみせるシーン、このシーンでも血はほとんど一滴も流れていないにもかかわらず、後で思い出すと壮絶な血しぶきを見たような気になります。実はここでカメラが映し出しているのは、皮膚を突き破るフックの痛みにもだえ、そして眼前で行われる壮絶な光景に絶叫するパムの顔だからこそ余計に恐ろしいんです。彼女の顔に映し出された恐怖を見て、私たちはそこで起こっていることの凄惨さをありありと想像するんです。鉄の扉と同じですね。実際本作のリブート版として制作された悪魔の生贄の4作目では、フックの針が食い込む背中にズームがかかり、ばっくりと開いた傷口をはっきり見せているのですが、それを見せずにパムの顔だけを映したこの初代の演出の方が、恐怖感をかきたてるという点では比べるべくもありませんでした。本作に特徴的なこの骨に直接響いてくるような痛みは、私たちの脳内で作り出されているわけですね。そしてこの場面でさらにフーパー節が強烈なのは、殺人鬼レザーフェイスが生きた人間の肉をまるで死んだ動物のそれと同じであるかのように、何のためらいも、そして快楽さえも見せずに解体していること。さらに2人をさばいた後でレザーフェイスはもう疲れたよという感じで窓際にふーっと佇んでいたりします。彼にとって殺人は快楽ですらないというこの淡々とした描かれ方が、かえってその猟奇性を増していることはもちろん、こういうふうに殺人鬼の裏側を垣間見せるのも、もっと言えば殺人鬼が家族ぐるみで登場し、そのドロドロした家族模様が人間味たっぷりに描かれるのも、それまでのホラー映画ではありえなかった視点。そんな彼らの裏の顔を無感情に追いかけるドキュメンタリックな視点こそが、そこで起こっていることが自分たちの日常と地続きであるかのようなリアリティを醸し出しているんです。絵自体のインパクトよりも心理面での畳みかけによって恐怖を煽るのは、後年まで貫かれたトビー・フーパーの演出手法。そして本作悪魔の生贄のように恐怖描写を硬質なタッチで描くことで、かえって恐ろしさを煽ることができるのだというのを、時代に先駆けてそれも感覚的に理解していたところが、彼のホラー映画職人としての抜きんでた才能を象徴しているように思います。それからおそらく皆さんも大好きなんじゃないかと想像するのが、終盤でハンマーを握らされたじい様が頑張ってヒロインを撲殺しようとするシーン。ここではその反死人ゆえの力の足りなさから、サリーは何度も頭を殴打されながらも血まみれになるだけで一向に死ねないというのが余計にグロテスクでした。僕は本作を初めて見た時、この場面が一番怖かったのを覚えています。
ハリウッド黄金期と呼ばれる1940年代やヒッチコックの全盛期である50年代を生きた映画ファンが、ワシントン・アービングの小説に出てくるリップ・ヴァン・ウィンクルのように、お酒によって20年ほどの眠りにつき、1974年にたまたまチェーンソーのうなりとともに目を覚まし本作を目にしたとしたら、なんて悪趣味なスナッフフィルムだと腰を抜かしたことでしょう。それくらい本作は前時代のハリウッドとは何もかもがかけ離れていました。おとぎ話の世界だったかつてのハリウッド映画に現実を持ち込んだのが悪魔の生贄なわけですが、その現実というものの冷ややかで生々しい質感は当時の批評家はもちろん映画会社にも縁がなかったようで、完成したフィルムには買い手がつかず、上映にこぎつけるまでに相当な苦労を強いられたようです。そのような経緯を持つ本作が公開されるや否や世界中でセンセーションを巻き起こしたのは当然の帰結だったのかもしれません。ちなみに本作の2年後に公開されたタクシードライバーという映画は、作風自体は本作よりかなりマイルドだったにもかかわらず、マグナムを用いた主人公の殺戮描写が問題となり、映画会社に散々つつかれた結果、監督のスコセッシはヒステリーを起こし激怒しながらも、問題のシーンを泣く泣くカット、多少マイルドな描写に差し替えた上で公開となっていました。一方、内輪だけで作ったインディペンデント映画である悪魔の生贄は、タクシードライバーとは違う道筋をたどります。大手の映画会社をはじめ数十社に断られた後、ようやくフィルムを売った先がニューヨークの小さな会社だったため、ポストプロダクション段階で作品をつつかれることなく上映にこぎつけることができました。それが制作陣にとっても、僕らホラー映画ファンにとってもまた幸運だったことは言うまでもありません。しかし、ジョージ・A・ロメロしかり、トビー・フーパーしかり、旧態依然としたハリウッドの常識を打ち破ったのが、ことごとく低予算の自主制作映画だったというのは、潰れかけていたハリウッドメジャーが、彼らがそれまで素人と侮り、ハリウッドの土を踏ませずにいた若い映画人たちの作品であるアメリカン・ニューシネマによって再建された、当時の時代性を象徴しているように思います。そんなわけで、おとぎ話の世界に浸っていた眠れる森の美女さながらのハリウッドを暴力的な口づけで夢から覚めさせた本作ですが、実は他でもないそのおとぎ話をモチーフに作られている感があるんです。というのも、本作はグリム童話の青ひげと非常に似通ったストーリーになっています。青ひげというのは殺人鬼の家にそれと知らず入ってしまい、そこで死体の山を目にし、自身も惨劇の犠牲者になりかけたところで、主人公の少女一人だけが助かるという中世以降語り継がれてきた恐ろしすぎる偶話。意識してかせずか、いずれにせよフーパーはこの青ひげの物語をこの上なく見事に映像化してみせたわけですが、当時はこれが非常に画期的でした。なぜなら、こんな悪魔的なストーリーを残酷描写に手抜かりを加えることなく、むしろそれをさらに増した状態で映画の世界に持ち込もうとする人間は彼を置いて他にはいなかったからです。舞台を中世の城からテキサスという現実の地に組み替えて描かれた、この田舎にやってきた若い男女が正体不明の殺人鬼に襲われてことごとく惨殺され、ヒロイン一人だけが生き延びるという物語は、後続のホラー映画がこぞって踏襲する、いわば現代のホラー映画の文法となったことは皆さんも知る通り。しかし、そのルーツが中世の実話をもとにしたおとぎ話にあると思うと、なんだか感慨深いような気がします。これは5人の若者の身に起きた悲劇の物語である。夏の午後の楽しいドライブは悪夢と化した。その出来事こそアメリカ史上最も異様な犯罪の一つ、テキサスチェーンソー大虐殺である。これは本作の冒頭で流れるニュース風のオープニングで、これが流れた直後、石油施設の爆発事故やコレラの流行、原因不明のビルの倒壊による一般市民の大量死、そしてアメリカ中で多発する若者の変死等がダイジェスト的に読み上げられます。今日の映画だとデビッド・リンチやウディ・アレンなど一部のこだわりある監督の作品を除けば、エンディングにまとめてクレジットを流すのが通例となっていますが、この頃はオープニングクレジットが一般的でしたね。そこにニュース映像を重ねることで現実の出来事と地続きであるように思わせ、観客の注意を引きつけておくとともに、これが何の映画か、つまりは理不尽な暴力による死を題材にした映画なのだということを強烈に印象付けているんです。その後、カーラジオでそのニュースを流している一台のバンが、いかにもテキサスといった雰囲気のキリコの絵さながら虚無を感じさせるささくれだった景色の中、これまたテキサスらしいアルマジロの死体の横を通り抜け、そしてラジオを聴いている主人公たちへとフォーカスが移っていく。物語の入り方としてこれ以上不吉で、なおかつ洗練されたものはなかなかないはず。その後はほとんど間を置かずに例のお茶目さんなヒッチハイカーが乗り込んでくるという、公開から半世紀近く経った今見てもなお溢れんばかりのイマジネーションを感じさせる導入部となっていました。ショッキングな題材や映像のインパクト、そして頭にこびりついて離れない印象的なキャラクターたちに彩られた本作は、そういった植物的な要素があまりにフィーチャーされやすいせいか、それよりも奥の深いところにあるアーティスティックな映画という側面で語られることが少ないように思います。前章ではホラーの世界の新たな扉を開けた記念碑的な作品という視点で悪魔の生贄を解説しました。
ここからは本作がホラー以前に一本の芸術作品として非常に洗練されているという話をします。フーパーの映画監督としてのサディスティックなこだわりと芸術家としての映像美へのこだわりという2点で話していくのですが、それらを深掘る前にまずはトビー・フーパーがどんな人物なのかという青写真を示しておきます。1943年生まれのフーパーはテキサスで生まれ育った生粋のテキサスっ子。ホテル経営者であり根っからの映画マニアの息子として育った彼は幼い頃から大のホラー好きで、俗悪ホラー雑誌として良識ある大人たちに毛嫌いされる EC コミックスに熱狂していた9歳の頃から8ミリカメラを触り始め、ゴジラなど日本の特撮映画に憧れていた16歳の頃に初めてトーキーを撮ると、その頃から将来は映画監督になるという夢を固めていました。そしてテキサス大学の映画学科に進んだ彼はとある事件に遭遇します。テキサスタワー乱射事件。チャールズ・ホイットマンという海兵隊出身で射撃のスペシャリストだった男がテキサス大学オースティン校の屋上に立てこもり、眼下の市民をライフルで狙撃、死者15名、負傷者31名を出したアメリカ史上空前の大量殺人事件です。クリント・イーストウッド主演のダーティー・ハリーに登場する有名な殺人鬼スコルピオのモデルにもなったこのチャールズ・ホイットマン事件ですが、これが起こったのはなんとトビー・フーバーの通っていた大学のキャンパスなんです。テキサスは何かと不吉なことが起こる場所だ、私はそれを身をもって体験してきたと後年インタビューで語る通り、この常軌を逸した事件に遭遇したことが彼の映画人生に与えた影響は計り知れません。そして大学卒業後、コマーシャルやドキュメンタリーの監督をしていたフーパーに第二の転機が訪れます。それが地元のドライブインシアターでたまたま目にした映画ナイト・オブ・ザ・リビング・デッドでした。その時代の人々が感じる恐怖を如実に描き出し、作中の恐怖感はラストまで途切れることなく続き、そして物語がラストに至ってもなお誰一人救われないというどこまでも情け容赦のない作風に衝撃を受けた彼は、古い怪奇映画の時代の終わりを悟ります。そうして奮起し、地元テキサスの映画仲間を集めて作った映画がさらに新しい時代を切り開くことになるというのは先に話した通り、ホラー映画好きとして幼い頃から EC コミックスやカメラを手に育ち、当時としては珍しい4年生の大学にきっちり通った後、コマーシャルの監督を経て自主制作映画でデビューという彼が辿った道筋は、見事なまでにジョージ・A・ロメロのそれと似通っています。そんなフーパーがロメロの作品から直接影響を受けたことはある意味驚くに当たりませんし、またテキサスといえばな凄惨な事件が、テキサスといえばな監督の作風に受け継がれていることはほとんど運命のように感じられます。8月のテキサス、40度を超す炎天下の下、灼熱のアスファルトに長時間うつ伏せにさせられたことで顔面を火傷、そしてそのあざを顔に残したままバンに乗り込み、あのオープニングのシーンへ。本作でヒッチハイカーの役を演じたエドニールはベトナム機関兵でした。後に彼は本作撮影時の経験を解雇しながら、バックパックを背負ってベトナムの密林を通る方がはるかに楽だったと語っていて、そんな過酷な環境からレザーフェイスを演じたガンナー・ハンセンと共に、撮影が終わったら絶対にトビー・フーパーを殺そうと誓い合っていたそうです。ここでは悪魔の生贄が名作となり得た要因として欠かすことのできない監督フーパーのサディスティックなこだわりについて話していきます。テキサスの酷暑の下、当時完全に無名で俳優ですらなかった俳優仲間を徹底的にいじめ抜いたフーパーは、一つのシーンを撮るために200回近くもテイクを重ねたというスタンリー・キューブリックや出演俳優の怯えた演技を引き出すべく、撮影現場に拳銃を持ち込んで発砲していたウィリアム・フリードキンと並んで鬼畜監督ビッグスリーと僕は呼んでいます。実際本作悪魔の生贄では先のヒッチハイカーのエピソードの他にも、フーパー本人が語る通り、俳優に緊張感を与えるためにわざと不機嫌を装ったり、タイトなスケジュールを見越して怒鳴り声を上げて現場がだれないように計らったりと様々に苦心していたそう。特に作中で鼻つまみ物扱いされる車椅子のフランクリンは、役作りのためにあえて他のキャストから嫌われるよう仕向けていたという驚きの徹底っぷり。しかしそれが功を奏し、レザーフェイスに惨殺される直前にフランクリンとサリーの兄弟が口論をするシーンの険悪さは本間のさながらでした。サリー役を演じたマリリン・バーンズは後年このシーンのことを思い出し、フランクリンと喧嘩するのはとても楽だった、何しろ演技をする必要がなかったものと笑顔で語っています。フーパーの狙いは当たっていたわけですね。悪魔の生贄はテキサス大学を卒業したばかりの若者たちがフーパーの指揮のもと集まり、地元の教師や学生たちが出演し、制作費8万ドルで作られたインディペンデント映画であることはすでに話した通り、そんな本作は16ミリカメラで撮られた荒くザラザラした質感の映像が荒涼としたテキサスの雰囲気と奇妙にマッチしていて、他のホラー映画にはない独特のリアリティを醸し出しているのですが、これは演出効果や技術的なものではなく予算の問題でした。
CM 会社の社長が本業の傍らに仲間を集めて作ったあのナイト・オブ・ザ・リビング・デッドを持ち賜る超低予算映画として制作された本作は、通常の映画撮影に使われる 35mm フィルムではなく、購入も現像も安価で済むサイズの一回り小さい 16mm フィルムで撮影されています。映画作りの最も基本的なツールであるカメラでさえ予算の都合上妥協するほかなかったということは、残りの要素にどれだけ腐心したかは推して測るべしですよね。しかし結果的にはこれがドキュメンタリックな作風と見事にマッチします。例えば後年に生まれるファウンドフッテージと呼ばれるジャンルの映画では、本物の映像に見立てたフィルムを 16mm で撮影し、それ以外の部分を 35mm で撮影するというようにあえて使い分けられていたりもするので、実話という体を取った本作が 16mm で撮影されていることはかえって説得力を生んだわけです。それから美術面にはとりわけフーパーのこだわりが現れていて、作中の若者たちが迷い込むあの殺人鬼の家には、狂気の中にある種の生活感が漂っています。頭のおかしい一家なら本当にここで生活していてもおかしくないようなリアリティが。実はそれもそのはずで、ここで使われている動物の死骸は本物です。監督含め制作スタッフが近くの農家や精肉所に掛け合い、直接引き取ってきた死にたてホヤホヤの動物の骨や皮が使われているんです。作中序盤でこの家に迷い込んだパムが足を滑らせて動物の死骸だらけの床に体ごと突っ込み、周囲を見渡しては絶句する場面。ここで本物の死骸に突っ込んだ彼女が何を思いこの演技をしているかを考えると、これまたフーパーの狙い通りだったわけです。ちなみにスタッフ総出で動物の死骸を集めに行って、落ちていた骨を拾い上げ、これは使えるぞと嬉しそうにナップサックに詰め込むフーパーの姿は、彼らスタッフの間では今でも語り草となっています。なんたる狂気でしょうか。そして作品のクライマックスであり撮影の山場でもある宗谷家の晩餐のシーンは最も苛烈を極めました。外気温が40度近くに迫る中、予算の都合上昼間にも撮影をしなければならなかったため、日光を遮断すべく窓を塞いで締め切った屋内の室温は最低でも50度近くに上っていたそう。テーブルの上の料理は高光と焚かれた照明の下で腐敗臭を放ち、さらには衣装の色落ちを気にして洗濯もできず、特にレザーフェイスの服は撮影期間の1ヶ月間一度も洗濯されなかったため、料理の腐敗臭以上の悪臭だったそう。ちなみに先ほど触れた家の中に置かれている本物の動物の死体を使ったオブジェもまたとんでもない悪臭を放ち、食卓の肉類や彼らの衣装が放つ悪臭と相まってこの場の全員に地獄をもたらすことになりました。そんな中、やはり本作の制作に最後までついて回ることになる予算の問題で、この一つのシーンを撮り終えるまでに24時間以上ぶっ続けで撮影が行われました。監督フーパーはこの撮影に27時間かかったと話していて、脚本に関わったキム・ヘンケルは36時間やっていたといい、ヒッチハイカー役のエド・ニールに至っては3日間ずっと撮っていたと証言しています。まあ几帳面な性格のフーパーの言葉を信じるなら27時間ということになるわけですが、体感時間としてはまさしく何日間にも及ぶ生き地獄だったことがうかがえます。しかし真面目な話、出演陣が監督を殺してやると息巻くほどに聞き迫った現場で発揮される演技が本物でないはずがなく、ほぼ全員が素人だった俳優陣のパワフルな演技と、それによって生み出される当時本作を見た人々に本当に実録映画だと信じさせてしまったリアリティが、フーパーの鬼畜的なこだわりによって生まれたことは事実です。例えば主人公サリーの恐怖に見開かれたエメラルドグリーンの瞳、宗谷一家の晩餐会で彼らの底知れぬ狂気に触れた彼女の顔に浮かぶ恐怖を極端なクローズアップで映したあのカット、日本版の円盤ではジャケットにもなっている印象的な目ですが、この美しい瞳に宿っている恐怖が 100% 本物であると思うと、これまたなかなかに感慨深いものがあります。ちなみに本作でスクリームクイーンとして見事な演技を見せたサリー役のマリリン・バーンズは、他地域で作られた映画をテキサスに誘致する活動をしていた広報ウーマン、それが地元テキサスで映画を作るという噂を聞きつけ勢い参加することになったのだそう。トビー・フーパーが素晴らしかったのは、無名の新人俳優の本物の演技を引き出すためには本物の恐怖を与えなければならないというのを自身が無名であった頃から直感的に理解していたことだと思います。事実本作以降に制作された悪魔の生贄の続編やリメイク作品は、どれだけ有名な俳優を起用しようとも一作目ほどの鬼気迫る迫真さを映し出すのに成功した作品はありません。フーパーの他の映画に出演したとある俳優さんは、監督がずっと怒鳴り散らしていてみんな怯えていたと話していて、また本作の自作にあたる悪魔の沼で子役を演じた少女は、他の映画の監督はみんな優しくて楽しい現場だったのに、この映画では本当に殺されると思った、本気で怖がって叫んだわと語っています。殺人鬼一家よりも恐ろしいのは監督本人だったという話ですね。そして何よりテキサスチェーンソーとタイトル付けされた本作が実際にテキサスで撮られていることの意味は非常に大きいです。フーパー自身がテキサスという地の異質性について語っているように、
事実当事者として体験した大学の銃乱射事件やケネディ大統領の暗殺など何かと凄惨な事件の多い土地柄、アメリカ人にとってテキサスは何が起こってもおかしくないような得体の知れない土地というイメージがあるんです。というのもこの州はもともとアメリカではなくメキシコの一部でした。メキシコによる支配を潔しとしなかったテキサスの人々が自らテキサス共和国という独立国を樹立し、それがアメリカに併合されたのは実は19世紀も半ばのこと。南北戦争でアメリカが南と北に分かれて戦争をしている頃、テキサスでは自分たちは南でも北でもなくテキサス人だというような空気感だったんです。そんな背景から今でもテキサスの人々の心にはローンスターの周期に象徴される独立独歩の精神が宿っており、そのため喋り方も文化もアメリカの他の地とは少なからず異なっています。そういった異質さを見事に捉え作品として立ち上がらせたのが悪魔の生贄ことテキサスチェーンソーでした。彼らの言葉で言うところのミドルオブノーウェアを体現したような人里離れて隔絶された土地というイメージのテキサスで、その中でもとりわけ田舎となるとよそ者にはどんな卑劣なことをしていてもおかしくないような、そういう偏見に近いようなイメージを逆手に取ったわけです。だからこそ当時この映画を見たアメリカ人の感覚からすると、作中で起きていることはもしかしたら本当に実話なんじゃないかという生の怖さがあったわけです。これがもしバーモントやブリティッシュコロンビアで撮られていたら、もっと爽やかな殺人映画になっていたかもしれません。なお本作の舞台はテキサス州オースティンから何十キロも離れた本物の田舎で、アメリカ人の持つテキサスのイメージをきっちり踏襲するかのように見事なまでに孤絶していて、隣家がたった一つしかなく、他の家は何キロも先にしかないというなかなかに気合の入った田舎。こういう場所でトラブルに巻き込まれたら周囲の助けなどを期待できず、自分たちだけで何とかするしかないという逃げ場のなさもまた怖いですよね。なお作中のガソリン切れを理由にガソリンスタンドで給油を断られ、ジェネレーターが動いている唯一の隣家であるあの家を訪ねるというストーリーは、オイルショックという当時の世情を反映させたもの。今の時代の目で見るとわざわざガソリンをもらうために勝手知らない家を訪ねるというのはホラー映画的なお約束事というか、ご都合主義のようにも見えてしまいそうなものですが、当時の世情を考えれば全くそうではなく、むしろ非常なリアリティがあったんです。特にガソリンがないことで生活が一変してしまう不安感というのは、車社会のアメリカ、それも鉄道の通っていないテキサスとなるとより逼迫した問題。実際に作中のパムとカークがあの家に向かって歩いていくシーンで交わす会話は、ギターとお金を渡してガソリンを分けてもらおう、足りなければ皆を連れてきて不足分を払うしかない、といった感じでかなり差し迫った状況であることがわかります。そしてそういった実生活と地続きの要素を取り入れたからこそ、本作の恐ろしさは余計に現実味を帯び、ドラキュラも狼男も地球外生命体も出てこない、当時としては斬新な殺人鬼程度しか出てこないホラー映画があれほど広く受け入れられたんです。ただでさえ勝手のわからない田舎を旅していて、ガソリンが切れ仕方なく訪れた先でこんな目に遭うことも、あるいは本当に起きうるかもしれないという恐怖感が殺人鬼たちのインパクトに上乗せされていたわけです。ちなみにこういう誰からの助けも期待できない孤絶した環境で降りかかる恐怖という深刻ではあるものの普遍的なテーマは、トビー・フーパーの作品群を貫く一種の骨組みにもなっています。とりわけ本作中でのチェーンソーを鳴らせて森の中を駆け回る殺人鬼と、ヒロインの女性がただただ叫びながら30分近くも逃げ続けるというパワフルな映像は、本当に隔絶された環境でなければ取り得ないもの。灼熱のテキサスで昼は日差しに焼かれ、夜はチェーンソーに追いかけられと、彼らが文字通り死ぬ思いをして撮った迫真の映像が半世紀経っても古びないリアルな死の恐怖を突きつけてくれていることを思うと、監督フーパーのこだわりにも出演陣の恐ろしい忍耐力にも特大の敬意を捧げたくなります。ではここでさらに深く作品に踏み込んで、カメラワークやシナリオ面での秀逸さというトビー・フーパーの芸術家としての抜きんでた才能について語っていきます。まず何より本作で視覚的に驚かされるのがカメラワークにおける独創性です。いくつか例を挙げると、冒頭で若者5人組がヒッチハイカーをバンに乗せるシーン、ここでは何十メートルも後方にカメラを固定した超ロングショットで撮られていて、ヒッチハイカーが彼らとどんなやり取りをしてバンに乗り込むに至ったのかをあえて見せず、次のカットではすでに車内にいるという一風変わった構成になっています。僕はこのシーンを初めて見たとき思わず巻き戻して二度見したのを覚えていますが、実際当時としてもかなり画期的だったようで、この独特すぎるフーパー式ロングショットは後にホラーに限らず様々なジャンルの映画に取り入れられています。最近出た40周年記念ブルーレイの未公開映像に、このヒッチハイクのシーンをヒッチハイカーのすぐ近くから撮ったノーマルな映像も収められているのですが、実際に採用されたロングショットの映像の視覚効果に比べればその斬新さは雲泥の差でした。その他にも物語の本筋となるレザーフェイスとサリーの命を懸けた鬼ごっこは30分近くずっとやっていて、映画の尺が83分しかないことを考えると、
というよりそれを考えなかったとしても当時のホラー映画としては完璧に常識破りでした。ヒロインの絶叫シーンだけをこんなにも長々と映しているのですから、この映画が悪趣味な殺人ビデオとして認識されたのも驚くに当たりません。それから本作のビジュアルへのこだわりという点でとりわけ素晴らしいと思うのが、序盤でガソリンをもらうために隣家へ入っていった恋人がなかなか出てこないことを案じたパムがその家の玄関に向かっていくシーン。ここでは庭先でブランコに乗っていた彼女が腰を上げ扉の方へと歩いていくのをカットなしの長尺で見せているのですが、ここでのドリーショットによるカメラワークが非常にユニークで、この極端に仰角なアングルで下からパムの後ろ姿を舐めるようについていたかと思うと、カメラは入り口のかなり手前で止まり歩き去っていく彼女を見送ります。主にここで作り手が意図しているのは、本当に見せたいのはこの家だということ。バービードールのように見事なスタイルの彼女に嫌をなく注意を引きつけるこのカメラワークによって、ショートデニムに包まれた彼女のお尻やむき出しの背中を追っていた高色な視線が気づけばメインである家の方に誘導されているという見事な演出になっています。僕自身この動画を作るにあたって本作を何度も見返し改めてうならされました。それから主人公サリーの恐怖に見開かれたエメラルドグリーンの瞳、これはソーヤー家の人肉パーティーにゲストとして招かれたヒロインの彼らの狂気に対する反応を摂写したショットなのですが、ここでは上映中のスクリーン上にほとんど彼女の目しか映らないのはもちろん、光彩の色形に加えて血管まではっきりと見えるほどの超度アップで、しかもかなりの尺を当てて撮られています。目一つにここまでフォーカスするというのはサルバドール・ダリやルチオ・フリチの映画でもない限りなかなかないこだわり。なぜこんなにも徹底して目だけが映されているのかという点に対する解釈は、フックに吊るされたパムが恋人カークが解体されるのを前にして見せた反応を必要にカメラに収めた際のフーパーの意図と同じ。恐怖シーンそのものよりもそれを一番近くで目にして恐怖するヒロインの顔を映す方が効果的だと踏んでの演出なのだと思います。少し余談ですが、トビー・フーパーの目に対するこだわりには並々ならぬものがあったようで、後年ジョン・カーペンターと共作したボディーバックスというオムニバス形式のテレビ映画でフーパーは愛という直球のタイトルをつけた目に関するホラー映画を作っています。そこでは眼球移植の手術中にグロテスクなほど血管が浮き上がった目にこれまた極端なまでのクローズアップをするという変質的な手法が駆使されていました。この短編映画が後年のフーパー作品では出色の出来だというのはさておき、本作悪魔の生贄でサリーの血管まで鮮明に映した瞳のクローズアップが彼の素晴らしい悪趣味さの代名詞でありながらも、公開当時はその衝撃ばかりが先行して彼がこのシーンに込めた意図まではあまり理解されなかったことは想像に難くありません。そしてこのサリーが招かれる晩餐会のシーン自体が引き締まったシャープな照明のもと撮られていて、たとえこの最古な4人家族がいなくとも今にも何かが起こりそうな独特の不穏さをはらんだ色彩になっているのが本当に気味悪くて最高です。広角レンズで撮られたであろう大敗的なダイニングの景色と、そこにいる狂気そのもののようなあの4人家族の団らん模様を見せたかと思うと、その返す刀で彼女の目の極端なクローズアップ、それぞれをカットバックで何度も繰り返して見せながら、そこにフーパー自身が動物の骨をバイオリン代わりに弾いて自作したという霊感たっぷりの実験的な不協和音を挟むことで、見る者の恐怖のボルテージを嫌おうなしに高めていくという演出手法は、当時はもちろん今見てもこの上なく斬新です。これが50年も前の映画だというのは何度見ても信じられません。なお時代の先を行く先進的な作風やその後のホラー映画史に与えた影響の大きさから、本作と比較して語られることの多い資料の腹渡を生んだ監督サムライミが作中での資料が迫ってくるシーンで戸板の上に固定したカメラを手に全力疾走し、そうして撮影した映像の上にさらに効果音をつけることで迫りくる資料の目線を臨場感たっぷりに演出したシェイキーカムという発明をしたことで、さすがはカメラ屋の息子の本領を発揮してみせました。しかし我らがホテルマンの息子も全然負けていません。カメラを主役級に活躍させることでホラー映画の世界に新たな文法を確立したのはサムライミの功績ですが、それに近いことを8年も前にやっているフーパーの研ぎ澄まされた美的センスには簡単するほかなく、カメラワークにおける発明以外にもホラー映画はこうあるべきだというルールそのものを再定義し、その後はハリウッドを代表するヒットメーカーに化けたサムライミがホラー作家の世界におけるニュートンだとするなら、フーパーは同じくらいすごいことをやっていながらも一般にはあまり知られていないちょっぴり不遇なライプニッツといった感じでしょうか。いずれにせよ現代では過小評価されがちなトビー・フーパーのテンプの際に全力でスポットライトを当てるのがこの動画の趣旨なので、この辺りで本題の悪魔の生贄の話に戻ります。83分というタイトな尺の中でテンポよく物語が展開される本作は脚本の点においても素晴らしいです。ここでも具体例を挙げると、主人公サイドの5人の若者以外の人たち、
つまり序盤から画面に登場してきた彼ら以外の人間が脇役に見えて実は全員グルだったという本作の悪魔的な種明かしは、以降何度リメイクされても引き継がれてきた秀逸なプロット。続編やリメイク作品ではそこに保安官が混じってきたりして、悪夢的なストーリーにより拍車がかかっていくことはさておき、本作のシナリオの中でも僕が特に好きなのは、例の晩餐会のシーンで垣間見せられる殺人鬼一家の意外にも複雑な人間関係。ここでは次男のヒッチハイカーの男が最もテンション高く他のメンバーを主導していて、そこに三男のレザーフェイスがなんとなく呼応している雰囲気。そして一家の長男であるガソリンスタンドの店主は、前のめりな次男と一旦スイッチが入ると暴走しがちな三男を叱ったり諌めたりする立場。それも彼はどうも殺しは楽しめないとか、時間をかけるなよ、朝には店を開けないとなどとかなり現実的な発言をしています。それを受けてヒッチハイカーがじゃあじい様に殺させてあげようとか意味不明なことを言い出すわけなんですが、この一見すると狂気の塊のような家族模様に明日の仕事に差し支えるみたいな奇妙なほど現実感のある雰囲気が持ち込まれているのは非常に恐ろしいことだと思います。人を殺しては肉を剥いで解体し、その肉を食事に出すという彼らの狂気にまみれた一連の行為が単なる日常の延長でしかないことを嫌顔でも想起させる本当に悪魔的な演出です。ちなみにこのダイニングのシーンを見ることで、物語の最初の方でバーベキューがあるから食べていけよと誘ってきたあの店主のニヤニヤ笑いの意図がわかるというのも粋な計らいですよね。何の肉かを知らない人間にそれを食べさせるというサディスティックな快楽をこっそりと得ようとしているこの顔がたまりません。守りたいこの笑顔と。まあそんな具合にごくごく限られた予算の中制作されたことで、起用できるキャストの数に制限のあった本作がひねり出した。登場人物の中に本筋に絡まない人間がほとんど一人もいないというこのプロットはとても美しいと思います。その上それぞれが複雑に寄り合わされたあやとりの糸のように異なる立場から言動を行うことで、狂気と現実が奇妙に行き来し、より恐ろしく感じられてしまうというこの見せ方は、トビー・フーパーという映画作家がシナリオ制作においても傑出した腕を持っていたことを伺わせます。それに殺人鬼一家が一枚岩ではないからこそ、そこに逃げ道が生まれるというラストの展開も綺麗でした。ベタ褒めしてしまうようで恐縮ですが、脚本も撮影も編集も全てにこだわり抜かれた本作は、映画として優れていない点を探す方がはるかに難しいと思います。それからラストで朝日の逆光を浴びて踊り狂うレザーフェイスの姿は、見終わった後も鮮烈なイメージを残し続ける、文字通り映画史上に残る美しい映像でした。ただ実はこれに関してはフーパーがシナリオ段階から意図していたものではなく、レザーフェイスを演じたアイスランド出身の俳優ガンナー・ハンセンの提案によるものでした。ラストショットでチェーンソーを振り回して踊りたいと彼が提案すると、監督フーパーは意外にも危ないからやめろとまともなことを言い、そのアイデアをボツにしようとすると、レイキャビク生まれの大男はこう一言、だからいいんじゃないか、全員悪人ならぬ全員狂人。制作陣にまともな人間はいないのかということですが、もちろんいません。いたらこんな映画にはなりません。とまあそんなわけで、歴史に残る名作は歴史に残る名エンディングとともに幕を下ろすことになりました。ちなみに僕は悪魔の生贄のキャストの中でこの人が一番好きなので、彼に関して一つ印象的なエピソードを紹介しておきます。レザーフェイスを演じたガンナー・ハンセンはもともと作家志望で、役者になる予定は全くなく、本作を演じた直後にテキサスを離れ、幼い頃住んでいたメイン州の島に移住。2作目以降には影さえ見せず、本作からは距離を置き、作家となって執筆業で生計を立てていました。そんな忙しい日々を送る中、80年代の末頃に何気なくテレビをつけた彼。放映されていたのは当時の人気コメディドラマでした。作中で郊外の屋敷で留守番をすることになった少女が、窓の外で物音が聞こえたことに怯え、部屋の隅にうずくまってこうつぶやきます。レザーフェイスじゃありませんように。それを聞いたガンナー・ハンセンは震えるほどの衝撃を受けたそう。ホラー映画でも何でもないコメディドラマで、一切の説明もなくレザーフェイスという言葉が出てきたということは、世間は知っている。自分の演じたキャラクターがもはや文化になっていることを理解したんです。悪魔の生贄は初めて公開された1974年当初から、ホラー映画にとどまらず映画の世界そのものに強烈な影響を与え続けていたにもかかわらず、レザーフェイス本人はそのことを知るのに15年もかかったんですね。しかし彼はそのことを悔やんだりはしませんでした。むしろ島にこもって忙しくし、自身の役の人気を知らずにいられたおかげで、子供の頃からの夢だった執筆業に専念できたのはとても幸運だったと語る彼。レザーフェイス的と言えるかどうかはさておいて、いかにも浮世離れした人らしい僕の大好きなエピソードです。それからこの映画、公開時のポスターもまた秀逸で、チェーンソーを持ったレザーフェイスと共に記されている歌い文句が、誰が生き残り何が残るか。誰が残るかではなく何が残るかというところが面白いですよね。
惨劇の後に残るのはチェーンソーで切り刻まれた肉片だけだということを、この殺伐とした絵柄とともにほのめかしているんです。人間のことをワット、つまり物に見立てるという硬質かつ非人間的な感じは、まさしくこの映画の雰囲気を象徴しているようで、実際作中で描かれる狂気の出所は、レザーフェイス一家が人間も動物も同じ肉としか見ていないところにありました。公開当初このポスターを目にし、傑作に違いないと確信して見に行ったら傑作どころじゃなかったという話を、当時を思い出しながら危機とした顔で語るのは、本作の残虐性を引き継ぎ、さらにエクストリームな形に仕上げたあの伝説のアクシュミスプラッター映画マニアックの生みの親、ウィリアム・ラスティグ監督。曰く人生を変える経験なんてそうあるものじゃないけど、あれは間違いなくそのうちの一つだったね、とのこと。なお日本公開時に当時の配給事情に倣って付けられ、今でも残っている悪魔の生贄という砲台は作り手本来の意図を汲み取ったものではありませんが、少しだけフォローをしておくと、トビー・フーパー率いる制作陣が丸1年かけて編集しこの映画を完成させた後、作中の暴力表現があまりに生々しく、なおかつ作風も新しすぎたことから、大手の配給会社にはフィルムを売ることができませんでした。そんな中、唯一買い手として現れたニューヨークの小さな映画会社が、実はイタリア系マフィアのフロント企業で、彼らにほとんど全ての利益を吸い取られてしまいます。その結果、本作は全米で大ヒットしたにもかかわらず、スタッフや出演陣にはスズメの涙程度の報酬しか渡らないという事態に至ったことから、彼らが悪魔の生贄になってしまったという笑い話はあります。そしてそんな理不尽な契約を破棄すべく、制作陣が弁護士を連れて本作を配給したそのイタリア系の会社に直接交渉しに行ったところ、両脇を屈強な男で固めたドン・コルレオーネみたいな人が出てきて、すげなく断られ、じゃあ訴えるほかないなと強く出ると、その男はイタリア語なまりでこう返してきたそう。 You don't have enough balls to suit me。 男の言い分の半分は合っていたものの、制作陣の弾はしっかりと片方ついていたようで、ハドソン川に浮かぶことのないよう、ホームグラウンドである地元テキサスに帰ってからきっちりと訴訟を起こしたそうです。ゴッドファーザーの一場面のような楽しい話で、そういう裏話を含めたタイトルだと考えると、悪魔の生贄もあながち間違いではないかもしれません。お疲れ様でした。以上で前編の解説を終わります。この映画が初めてアメリカで封切られた際、劇場で流れたキャッチコピーは絶叫した後で語りたくなる映画でした。本当にその通りで、実際に僕も絶叫したかどうかはさておき語りたくなったので、語るべきことのありすぎるこの映画について解説動画を作ることにしました。なお今回の動画は台本を書き終えた時点で文字数が5万字弱と大学の卒論2つ分ほどの長さになり、そのままだと映画本編の尺を超えてしまいそうだったので、思い切って前後編に分けることにしました。ここまで語ってもまだ折り返し地点ということで、僕自身大好きな映画ですし、ホラー映画の歴史においても前回取り上げたナイト・オブ・ザ・リビング・デッドと並ぶ大切な作品なので、まだまだ終われません。後編の動画では本作のモチーフとなった殺人鬼エド・ゲインの話や、悪魔の生贄ヒット後も一貫してホラーの道を突き詰めたトビー・フーパーの足跡、そして現代に受け継がれるリメイク作テキサス・チェーンソーの話をしていきます。それではまた後編の動画でお会いしましょう。